では次に 3D データを用いた深層学習とロボットビジョンについて紹介します。今回のセクションではこちらの内容について紹介いたします。ニューラルネットワークを用いた3次元天群の取り扱いの仕方またその天群を扱うネットワークの例と、その天群を扱うネットワークの中でも物体認識を行うためのアプリケーションと、端計画を行うためのアプリケーションについて紹介いたします。はじめに3次元データについての確認を行います。 3次元データというのは、用途やセンサーに応じてさまざまな形式のものがあるというのを紹介しました。2D の深度画像、3D のボクセル、メッシュ、また3次元点群などいろいろありますが、今回の講座では3次元点群について特に紹介していきます。3次元点群というのは、シンプルなデータ形式かつ、センサーからの入力としてとても扱いやすいというメリットがありました。しかし、3次元点群というのは空間中に3次元点がたくさんあるだけのデータですので、 これは、えー、と接続情報、近傍ごとの接続情報がなくて、深層学習で取り扱うのが難しいというデメリットがありました。このような3次元点群も、深層学習で扱うための手法が、えー、最近出てきていますので、えー、今回、それについて紹介していきます。はじめに、そもそも3次元点群がどのようなデータ形式だったのかについて、改めて復習します。3次元空間中の、えー、座標にひも付いたデータ形式の集合として表現されるのが3次元点群です。 3次元座標にひも付いたデータ形式というのは他にも、えー、天群以外にもメッシュだったりとか RGBD などはありますがその中でも特に3次元天群というのはシンプルなデータ構造となっていますでこの3次元座標にひも付いたデータですのでスケール性が直接扱うことができてロボットとの相性がいいというメリットがあります3次元天群の、えー、具体的なデータ形式はこちらの模式図に示したようになっていて空間中の点一つ一つ に紐づいた x y z の座標が並んだこの3次元点の集合として、えー、コンピューターの中で処理されています。でこの二次元画像と3次元点群がどのように違うかについて比べてみてみようと思います。二次元画像の場合には空間中二次元画像平面上に、えー、と密にピクセルが並んでいてそのピクセルの集合によって一、えー、つの画像が構成されています。 一方三次元点群の場合には三次元点の座標一つ一つによの集合によって表現されています。で、これ大きな違いとして二次元画像は一つの画像を見るとその隣には必ず画像があってこれが密にピッチリと並んでいるデータ形式となっているのが大きな特徴です。一方三次元点群は空間中にポツポツポツと点があるだけですので隣の点というのがなかなか 考えるのが難しいつまり素密でいいいううととと素ななデータ形式となっているという特徴がありますでこれを、えー、メモリ上で表現すると、えー、2次元画像の場合には、えー、左から右だったり上から下というデータの並びに意味がありますが3次元天群の場合には隣というものがありませんので、えー、空間中にひたすら点があるだけ隣というのがなくてこの順序構造というものが存在しないという特徴があります。 このような順序構造が存在しない3次元天群をニューラルネットワークでどう扱えばいいのかというのがなかなか難しい問題だったのですがこちらに紹介しているポイントネットという手法が出てきて以降、えー、急速に発展して急速にさまざまな手法が提案されていますこのポイントネットというものが天群を直接入力することができる方法として、えー、と突破口を開いた形になっていますここで紹介する天群真相学習というのは、えー、ポイントネット以降、えー、提案されてきている天群を 入力力しししたたたたりりり処理したり出力したりする操作を深層学習で行うための様々な枠組みとななっていますなぜ、えー、とポイントネットが出るまでうまく3次元天群が扱えなかったか3次元天群をニューラルネットワークで取り扱う難しさについて紹介します大きく分けてこの要因123の3つの難しさがありますまず1つ目が、えー、と純不動なデータ構造であること 点群というのは先ほど紹介したように点の集合に過ぎないですので点の順番が入れ替わっても同じ形状を示してしまいますですので点の順序に普遍な操作である必要があります要因の2つ目として隣接関係がが非自明でああるという問題がありますよく二次元画像の場合には畳み込みによって近傍情報を取得してその局所的な特徴量を取り出すことによってうまく処理が進むという 手法がたくさんありますが3次元天群の場合には隣接関係が非指名ですのでどのののよううにその隣接関係ををとって畳み込み込しししたたらいいかといいかが難しい問題でした最後要因の3つ目として3次元天群、まあ、3次元データというのは回転平衡の取り扱いが2次元に比べて難しいという点もあります。これはアプリケーションによって回転平衡をどのように扱わなきゃいけないかというのが違いますのでこれについても紹介してていいきます一一つつつの要因について見ていきます。 まず1つ目の要因1ですが、えー、こちら3次元天群によって、えー、表されたこのうさぎですがこのうさぎのこの点この点とこの点を仮に入れ替えたとしますでこのデータの上で入れ替えたとしてもこちらの天群の、えー、天群のデータの上では空間中の2つの点がただ入れ替わるだけですので全体で表している形状というのは変わりませんですのでこのデータのメモリ上のデータの上で順番が入れ替わったとしても その全体の形状は変わりませんので取り扱う上では純不動なデータとして扱う必要があるつまりこの集合としてのデータ形式をどのように入ルネットワークで扱えばいいかというのがこの難しさの一つ目要因1として考えられます次に、えー、と隣接関係が非自明であるという難しさについて詳しく見ていきます例えばこのデータの中でこの点に対応する近傍局所部分というのは どのようになっているかというのを見てみると一度三次元空間に行ってこの三次元空間の中で一つの点の近くにある点というのはどこなのかというのを見てさらにそれをもう一回データに戻ってきてではここら辺の点が近傍点だったんだなということを確認する必要がありますこの近くというのが二次元の画像のように密に詰まっていませんので例えば近い何個を持ってくるなのか近い半径のいくつを持ってくるとかさまざまな手法が考えられますのでここも、えーと 隣接関係が非自明であるという難しさがあります。当然ですが、データの中での隣にある情報というのは隣接関係とは直結しませんので、えっ、ー、と1度3次元空間に戻って隣接関係というのを考える必要があるという難しさです。最後に、えー、回転や平信の取り扱いが難しいというえー、3次元天群の取り扱いの難しさについて紹介します。これはえっ、ー、とこちらの図を見るのが分かりやすいと思いますので、えっ、ー、と図をご覧ください。 一番端に基準となるバニーを置いていてますでこのバニーを横にずらしたものを A としてこれは種類はバニーで合体変換としては平身のみがあるものを考えています次に B として、えー、と同じバニーなのですが、えー、と机の上で転がしたようなバニーを置いていますこれは平身に加えて回転もあるような状態となっています最後 C としてそもそも物が違うバニーではなくてブッダを配置した ものを、えーと, C、としてて置いていますでこれ、えーと、平身とか回転というのを考えるのは少し難しいのですが、もともとのバニーとは違うという意味で、平回回転ありと今回は記述していますでなぜ、えー、とこの回転・平身の取り扱いが難しいかというと、そもそも3次元空間上での回転や平身が難しいという難しさに加えて、アプリケーションによってこの回転や平身をどのように扱え,扱えばいいかがだいぶ異なるという難しさがあります。例えば今回のこのこ 図でいくと,、えー、とバニーとブッダの違いを見分けなければいけないというタスクを想定すると基準となるもの AB まではバニーであると認識して最後の C のみこれはブッダであると認識する必要があるので、えー、AB についての回転や平身というのはうまく無視してうまくキャンセルして考える必要があります。一方、例えば今回の問題が このバニーが元の姿勢からどれぐらい動いたかというのを考えなきゃいけないというタスクだったとすると今回ちょっと C は考えないで AB だけ考えますが元のバニーから見てどれぐらい平身があってどれぐらい回転したかというのを A や B に対してその回転平身と共変する量として求めるというタスクになっています。従ってこの場合には平身や回転は無視してはいけない情報で、えー、っとうまくそこから情報を取り出す必要があります。 このようにアプリケーションに応じて回転や平心というのは取り扱いが大きく異なりますので、3次元天群を扱う上で大きな難しさとして存在しています。次にえっと具体的な天群を扱うネットワークについて紹介していきます。はじめに紹介するのはポイントネットという手法です。このポイントネットというのが、えっと、先ほど紹介したように天群深層学習がさまざま研究が進むきっかけとなったエポップメイキングの手法となっています。 ポイントネットが導入したのはシンメトリックファンクションを使うというアイデアです。このシンメトリックファンクションというのを使うと2つのポイント、まず点ごとの変換、そして2つ目のポイント、グローバルプーリングを使う。これらの、えー、と点ごとの変換とグローバルプーリングを用いることによって、純不動な点群のようなデータ形式であってもうまく特徴を抽出することができるというのを提案した方法となっています。一応追って紹介していきます。まずはじめ、えー、と1つ目のポイントの点ごとの変換です。 これは、えー、と各3次元点の座標だった、えー、と特徴量を全てに対して同じ変換を加えます。そうすると、例えば1番目と2番目のデータが入れ替わったとしても、どちらにも同じ変換が適用されますので、順番の変換に対して不変な操作となっています。で、ポイント2のグローバルプーリングですが、これは全てのデータに対して一様にプーリングを行う。えー、と各チャンネルについて、えー 一番最大あるいは平均のような情報を取り出すことによって順番が入れ替わったとしても最大を取っている部分というのは変わりませんので最大値平均値のようなグローバルなプーリングを用いることによって全体の特徴をうまく抽出することができるということになっています。ポイントネットの場合には前半でシェアード MLP 後半ではマックスプーリングを用いることによって学習可能かつえーと 純不ななデーータに対ししてて適用すするることとができるよううネットワーク構造といいものを提案していますでポイントネットでは、さらにえスパーシャルトランスフォーマーネットワークというものを導入しています。これは、えー、と気化変換、3、えー、次元点群の場合には、平衫や回転のような操作に対して、えーと、正規化するようなネットワークとなっています。ポイントネットでは、平衫は取り扱っておらず、えーと、Z 軸周りの回転について、スパーシャルトランスフォーマーネットワークを適用したネットワーク構造となっています。 さらに、えー、とポイントネットでは合体変換として考えることは難しいのですが特徴量空間の中でもスパーシャルトランスフォーマーネットワークを適用しています。これによって特徴量空間の中で、えー、と気化変換に相当するような変換を行ってすべ、えー、ての点の情報を一度混ぜ合わせて、えー、とうまく特徴を抽出することを考えています。次に点、えー、群を扱うネットワークの例としてポイントネットプラスプラスというものを紹介します。 これはポイントネットの著者らが、えー、ポイントネットの後に紹介した手法となっています。えー、大きく分けて3つのレイヤー化になっており、1つ目がサンプリング、2つ目がグルーピング、そして最後が先ほど紹介したポイントネットに相当するポイントネットレイヤーとなっています。えー、このポイントネットは、ポイントネット、もともとのポイントネットが天群全体を一度に見てしまうので、局所形状についての、えー、注意を払わないという問題があったのを解決した方法となっています。 初めのサンプリングとグルーピングの段階で点群の中でいくつか点をピックアップしてこれらの点の近傍というものを取り出しますこの近傍を局所点群としてこの近傍点群ごとにポイントネットを適用することによって局所的な情報を取り出したこちらの図でいうと一番端の情報のようなも、えー、ともとの点群全体ではなくて各点 局所局所の特徴を取り出したような特徴量を、えー、中間で得ることができる方法となっていますこのポイントネットプラスプラスと、えー、先ほどのポイントネットを組み合わせることによって、えー、天群を扱うことが難しかった要因の1、2、3、すべてを解決することができるようになってきています、えー、いくつか、えー、それ以外にも天群を扱うネットワークについて紹介しますこの DGCNN、ダイナミックグラフ CNN というのはグリッド上にないデータをうまく畳み込むための方法のアイデアとなっています えー、順を追ってて説明していきますまず注目する一つの点に対して K ニアレストネイバーによって、えー、局所点群局所領域というのを、えー、選択します、えー、DGCNN ではこの局所点群局所形状というのを、えー、3次元空間だけではなくて特徴量空間でも取り出すということに、えーえー、メリットがありますでこの局所形状局所点群を取り出した後に、えー 着目点と近傍として取り出された点の2点関係からシェアドな関数で変換してで局所点群ごとにプーリングをしますこのように、えー、と2つの点ごとにシェアドな関数シェアド MLP によって特徴量を得てこの各特徴量がこちらの緑で示したエッジに対応する特徴量になっていますで全てののエッジの特徴量を この局所形状ごとにプーリングすることによってその1点に対応する局所形状を含んだ特徴というのを取り出すことができます。d g c n n の特徴として、えー、特徴量空間での KNN も、えー、適用するというメリットがあります。これは、えー、と d g c n n で層を重ねるごとに、えー、3次元空間上での距離だけではなくて意味空間での距離を抽出することができると論文の中では主張されています。 それでは次に実際に3次元天群を使ってタスクを解くネットワークについて紹介していきます。まずはじめに物体認識タスクを解くためのボクセルネットという手法について紹介します。3次元天群から物体認識を行うネットワークで天群を一度ボクセルに変換してボクセルの中でその各点がどのような特徴量を持っているかということを計算するボクセルフューチャーエンコーディングを計算する。 そしてそのボクセルフューチャーエンコーディングを何個も積むことによって複雑な形状についても学習することができるようになった手法となっています。処理の流れとしては、えー、天群を一度ボクセルに分,解し分割してその中でランダムサンプリングを行います。さらにそのボクセルごとの特徴量を抽出した後に、えー、ボクセルをさらに 3DCNN でため込みをして隣接ボクセルの情報も抽出します。これによって、えー、物体のさらに帯域的な情報も抽出した上で リージョンプロポーズネットワークを用いて物体領域を検出しますこの、えー、ボクセルフィーチャーエンコーディングについて紹介していきます、えー、一つの空間中のボクセルの中に含まれる複数の点があるのですがこの複数の点について各点の特徴量を一度、えー、シェアード MLP で計算しますでシェアード MLP で計算された特徴量を、えー、ボクセルの中の、えー、各点についてプーリングして このボクセルを指し示すような特徴量を各点に対してくっつけてあげてこの出力特徴量のような形でえ各点が持っている特徴量とボクセルの中の全体を示す特徴量を組み合わせた特徴量を各点にもう一度戻してあげてそれが最終的な各点の特徴量として出力されるようなものが、えー、とボクセルフューチャーエンコーディングとなっています。 この木製フューチャーエンコーディングを用いることによって各点レベルの非常に細かい特徴量から物体を含むような大きなレベルの特徴量までうまくエンコーディングすることができるようになりました次に別の物体認識ネットワークであるボートネットについて紹介しますボートネットは天群を直接扱って物体領域を検出するような方法となっています 今回のこのボートネットでは分体認識に加えてその物体の位置姿勢についても推定するような手法となっています大まかな流れとしてはこちらの図に示しているようになっていて初めに3次元点が入力されてその3次元点からポイントネットプラスプラスを使って特徴を抽出しますでこの3次元点の中からファーゼストポイントサンプリングでシード点を見つけてこのシード点を使ってボーティングを行いますこのボーティングについては次以降のスライドで紹介しますににそののボーティングの後に、えー、と領域を検出して その領域ごとに暮らす分類、さらに、えっ、ー、とかった領域について棄却するような、えー、ノンマックスセプレッションを通して最終的な検出結果を得るというネットワークとなっています。このボーティングの部分について詳しく紹介していきます。は、え、じ、ー、めに、えっ、ー、と点群全体からファーゼストポイントサンプリングを使ってサブサンプリングを行います。こちらの図では、えっ、ー、と元々の天群から赤い点を選ぶ操作になっています。 でこのサブサンプリングを行った後に赤い点それぞれからその物体が属している中心座標がどこであるかというのを投票させます投票先がこちらで、えー、と緑で示している点となっていますでここの緑の示している点たちというのが物体中心であると考えた上でクラスタリングを行って、えー、とそれぞれの物体というのがどこにあったかというのを検出しますでその後に、えー、と物体領域に対応するバウンディングボックスを推定してこちらの図に示しているような えとそれぞれの物体の領域というのを見つけてきます次によりロボットに近いタスクとして端計画を紹介しますポイントネット gpd という手法がありましてこちらはロボットによる端が成功するかどうかというのをポイントネットを使って推定するという方法となっています、えー、これは西のグリッパーを想定していて二本指の指と指の間の領域の点群を取り出してきてポイントネットでえっ、ー、と。 その物体をうまくハジすることができるかどうかということを推定するように学習します。で実際にこの論文の中ではロボットでえっ、ー、とこのポイントネット GPD を使うことによってうまくハジができるということまで示しています。このポイントネット GPD ではえっ、ー、と YCB データセットというものを用いてえっ、ー、と平行の西グリッパーを使ってハジスコアデータというのを生成します。 これは、えー、と具体的にはランダムに端姿勢を生成してあげて3次元物体をどのようにつかむかという候補端姿勢それぞれに対してフォースクロージャーと,、えー、と摩擦なしの端電池空間での、えー、端解析を用いて、えー、物体がうまくつかめるかどうかというのをスコア化しますでこの端スコアが十分高いかどうかということをポイントネットを使って学習します、えー、セクション5では、えーと 3次元天群をどのようにニューラルネットワークでニューーラルネットワークを使って扱うかについての紹介と、天群を扱うニューラルネットワークの例またその中でも物体認識を行うネットワークと、端計画を行うネットワークについて紹介しました。